ちょっとここで暴露させていただくんですけど、実は私のプロレスの入場曲も新しいのを小林さんに書いていただきまして、<laughs> えぇ、ー、ちょっと <laughs> この、<laughs> 本当にこの、この配信が出てる頃に、皆さんに聞いていただけてるかどうかぐらいの本当にタイムリーな。はい <laughs> やったやったやったーすごいよくていよーい,やーいやーありがとうございます、うん、あれを聞きながらトレーニングしてますもんもうそうそうなんですねうわ嬉しい, <laughs> しいすごいテンション上がってあれ<ー>あれそうですね、うん、あれはあのー、はいちょうどその北京にね僕が住んでるて、うん、いうか北京にいるときに、ね、はい作曲してちょうどいた ですけほう、楽しみですね、これは。そう、もうみんなに聞いてほしいね。あれ、あれ、そうですね、なんか、そうですね、プチ自分の情報的には、あの結構悩んで時間かかったやつ。そうですよね、あの、そうですね、なんかめちゃくちゃ曖昧な、曖昧、すごい曖昧な表現しかできないのに、すごいいろんな、 注文も出してしまい、えー、<laughs> しかもすごい研究してくださって <laughs> プロレスの入場曲というものにはい、はい、めっちゃ聞きましたねもうプロレスの入場曲そうですねもうプロレスって書いてあれば何でも YouTube 見てみたいなぐらいのどういう曲流れてるかなとかうない、えー、どうやってお客さんのテンション上がるのかなとか、えー、すごい なんかこう何十秒目に何が来ると受けてんのかとか、なんか、本当細かい分析。さすがでございます、本当に。いや、もう、本当にあの、もう落とし込んで、最高です。もう本当最初の1秒で、しだすって分かると思います。そうですね。なんかもう一応目大事っていうね。こが来るってなると思います。